春ダイアリーメンバーのしずです。今日は地方の大学に通っていて、で大手のネット企業から内定をもらった24卒の就活生の方に就活体験記を話していただきたいと思います。彼は熊本の大学に通っているんですけれども、長期インターンをやったりとか、ニューズピックスっていうメディアの学生のアンバサダーをやったりとか、フリーランスでライターをやったりとか、いろんな経験をして今一番行きたい会社から内定をもらった就活生になります。地方の大学に通っていて、今何やったらいいかわからないみたいな、何かやってみたいけど行動できてないっていう人もすごく参考になるなというふうに思ったので、ぜひ就活生の皆さん、大学生の皆さん、最後まで見ていただければと思います。それでは簡単に自己紹介お願いします。熊本県立大学総合管理学部4年の、高田樹と申します。学生時代は、インターンをやったりとか、あと、1年ほどドイツに留学をしていたりしてました。今は英語の活動とかそういったところをやってます。本日もよろしくお願いします。高田くんは地方に住んでて、東京の会社でメディアのアンバサダーやったりとか、いろんな活動をやってるんですけど、実際に地方に住んでて東京と格差とかって感じることとかありますか？そうですね、やっぱそれは結構あるなって思います。例えば、都会と地方を比べても、情報だったら今こうスマホとかで得ようと思ったらいくらでもメディアで得られると思うんですけど、その情報とか聞かれるきっかけっていうのはかなり地方は少ないなって思うので、そこは結構やっぱ全然違うな、まだ格差があるなっていうふうには自分自身はまだ感じてます。例えば自分自身も長期インターンを1年ほど福岡でやっていた経験があるんですけども、それを1個取ってもやっぱインターンをしてるんだよみたいなことを友達とかに言ったら、何それみたいな、すごいねとか、意識高いねみたいな、はいはいみたいな、そういう感じの雰囲気がやっぱサークルとかでも流れたりするし、ただ都会だったりしたら結構長期インターンするのも当たり前だったりとか、バイトするぐらいの感覚でしたりするじゃないですか。だからそこの温度感みたいなところはやっぱ全然違うなみたいなのは僕は結構感じたりしますね。高田くんは格差とかこう周りの温度感にちょっとギャップを感じながらも、いろんなこう行動を起こしたりとか、いろんなことを挑戦してると思うんですけど、なんでそういうちょっと格差があるなっていう状況の環境の中で行動できたんですか？自分自身もともと高校生の時の経験として、東京とか関西とか割と結構都心の大学に行けたらなっていうふうに受験をしている中で、そこに行けなくて、地方の大学に行くことになったっていう経緯があったので、その中で入学してみて、やはりこういろんな行動したいなって思って行動したんですけれども、ちょっと物足りなさを感じたりして、例えば僕の友達とか都会の大学に行った人とかっていうのは、自分以上にもっと機会があって、そういうチャンスがあって、もっと楽しんでるんだろうなみたいなのをちょっとイメージしてたんで、少しでもしっかり学生として充実した生活を送れるようにっていうモチベーションがかなりあったので、そこは結構自分を動かしていたかなっていうふうには思います。東京の大学行ってみたかったなとか、そういうマインドが逆にモチベーションになってるっていう感じなんですね。そうですね、結構それは大きかったなと思います。やっぱ都会の人はもっと10歩先100歩先を行ってるんだったら、自分もそれに負けないように頑張ろうみたいな、その良くも悪くも結構人とかなり比べながら生活をしていたっていうのはあるかもしれないです。じゃあ、東京にちょっとコンプレックスがあって、なんとなく、サークルやったりとか部活やったりとか行動を起こしてたけど、モヤモヤしているっていう状況の中で、最初にこう自分が変わったなじゃないけど、行動し始めたきっかけとかってありますか？やっぱ1個挙げるとしたら、長期インターンが結構大きなきっかけかなっていうふうに思って、そこで結構自分と同じ志を持った学生とか、なんかしたいんだけどそれをこう発揮する、放出する、そんな場所がないみたいな人が集まってきて、でしかもなおかつインターンなんですけども、しっかり学生だけで作り上げるっていうことで、主体的にいろんな経験をするっていう場所を得れたので、そこは結構大きいかなっていうふうに思っていますね。でそのインターンを始めて、そこで最初に行動したことによっていろんな人に出会えたりとか、自分の大学以外の世界が広がったみたいなイメージですか？そうですね、もともとは多分そんな県を出てインターンするとかでちょっと難しいことだと思うんで、実際ちょっと金銭的に大変なこともあったんですけど、自分の先輩がそれをもともと同じインターンで参加してたということを SNS でたまたま見て知って、別にちょっとぐらい県出して、挑戦してもいいんじゃねみたいな、マインドをそこで持ちたっていうのもありますね。すごい、そこで行動できるかできないかでだいぶ変わりますね。確かにそれはあるかもしれないです。次はちょっと就活についてお話聞きたいなっていうふうに思うんですけど、就活はどんな感じに進めたんですか？そうですね、自分自身3年の頃に留学していて、3年の夏ぐらいに帰ってきたので、何かしらこう留学してきたっていうことを、結果としてつなげたいって思ったし、行きたい企業もあったので、3年の夏ぐらいから就活を始めて、やはりこう地方なので、実際にインターンに行くっていうことも長期休みとかしましたけども、オンラインリモートを中心に就活を進めて、半年ぐらいやって3月に一応内定をいただいて就活を終えたみたいな感じになりますね。でその学知課とかいろいろ面接でも話したと思うんですけど、そういうのも
自分がやってきたインターンだったりとかの話をしたって感じですか。そうですね、まあベースとなったのは本当にやっぱ大学1年の頃の挫折とかそういうモヤモヤっていうことだったりとか、うん、自分がそういう学生団体とかインターンとかで経験してきたこととか、もちろん大学のことも含めて自分の頃で経験したリアルを嘘なく伝えるっていうことをやって、うん、結構それがうまくいったなって思いました。で結構それで自分が就活してて思ったのが、就活する前とか自分はやっぱ都内の優秀な大学で優秀な企業で長期インターンをしてそこで数字を出してそれを喋れるっていう人が就活の中の正解であって、そういう人が大企業に行くもんだなみたいな風に思っていて、どうやったら少しでもそれに劣らないように喋れるかみたいなことに結構固執してやってたんですけども、意外といろんな企業の人と話すとそういうことだけでもないなっていう風に思って、例えばこうインターンだけじゃなくて、そういう留学時代にこういう挫折経験して、留学に行くのにこういう難しい経験をしたとか、まあなんか現地で旅行してて失敗したみたいな経験とか、それをどう乗り越えたかみたいな経験の方がいいなって言ってもらえたりしたんで、地方とかだったら地方ならではで、僕の友達とかでそういう集落とかで暮らしてみて農業をして、そこでこうちょっと事業っぽいことをしてみて、そういうことを就活で話したらめっちゃ面白いねって言ってもらえて就活成功したみたいな人もいましたし、まあ、必ず地方だからこそできる経験とかもあるので、何でもいいので何かに打ち込んでみるみたいなのは大事かなっていうふうに思います。ありがとうございます、はい、就活うまくいってるの多分すごい経験がいろんな経験してきてるって、それが話せるっていうのもあると思うんですけど、その経験から得られた自信があるから、なんか面接とかでもうまく話せて受かってるんだろうなっていう感じがします。そうですね、いやでも本当にそれはそうで、自信大事です、はい、自分が自信を持つことができれば、その自信みたいなところが就活に直結するみたいなのは必ずあると思うんですよね。なのでそれは正解だと思います。これを見てる、まあ、地方に住んでる大学生の方とかは、まあ、高田さんがめちゃくちゃこう元から行動できる人だったから、こういうふうに行動できたんじゃないかなって思うかなって思うんですけど、そんなことはない。もともと例えば学生勉強だけしてればいいし、うん、まあ、頑張らなくてもいいって思ってる人に関してはちょっと違う話になっちゃうかもしれないんですけども、うんうん、少しでも何かやりたいなって思ってる人にとっては別に大きな差は僕に関しても他の人に関しても、うん、そこは別にないと思ってるんですよね、うんうん、それがまあどういうことかっていうと、やっぱこう人って自分が見えてるものに対しては関心を持つんですけど、うん、見えてないものに対してはやっぱそもそも関心さえ持たないっていうのが、うん、まあ、これはもちろんどの人にも言えると思うんですよ、うん、なので自分から例えばメディアとかいろいろそういうのを見たりとか情報収集をしている中で情報が入ってくれば、あとはそれをまあするかしないかみたいな話なんで、そこになんか差がありそうって思いつつ実際には差がないんだよっていうことは自分はなんか言いたいですよね、うん、はい、やってみたら意外とない。そうです、そうです。ここまでの一歩がちょっと踏み出すのが難しいなって思っちゃう人いると思うけど、意外と行動してみたらそんなに格差とかはないから、最初の一歩を踏み出せるかどうかっていう、そうですね、大事ですね。そしてそうやって例えば新しい環境に入って自分がこう何かに頑張ってっていう状況になれば、まあ、都会だったらそういう人がもういくらでもいるみたいな感じでも、地方のその大学の中だったらそういう人もいないから、逆に自分すごい頑張ってるんだなとか周りの友達よりもちょっと上を行ってるんだみたいな感じで自信もつくし、こう自己肯定感もしかしたら上がって、それがこう就活とかにうまくつながるみたいなこともあったりするんで、そこは突き抜けやすいみたいな点で言えば結構地方は都会よりもまあメリットになりうるんじゃないかなみたいな風には自分としては突き抜けてるかを感じやすい。そうです、そうです。確かに確かに。今の話聞いて高田くんがめっちゃすごいからで行動できたかっていうと、そういうわけじゃなく、まあ、誰でも最初の勇気はいるけど行動すればいろんなものが見えてくるっていう話してくれたと思うんですけど、でそれでもまあこう何から始めたらいいか分かんないって人めっちゃいると思うんですよね。っていう時に何を一番最初、あんまハードル高くないやつで、かつ地方でもできることで高田くんがこれやったらいいじゃないかっていうのがあったら、うん、ぜひお話ししてほしいです。やっぱこう大学外に出てみていろんな経験をするみたいなことは地方の人はちょっとハードルは低いけど意外にできることかなっていうふうに思っていて、うんうん、長期インターンもそうですし、うん、まあ、もちろん短期でもいいですけども、そういうインターンに行ってみるであったりとか人に会ってみるみたいなのもありかなっていうふうに思います。でもなんかをやってみるだけじゃなくていろんなとこ行ってこう見える世界を広げるっていうのも大事だなっていうことですね。そうですね。じゃあ最後に、今こう地方に住んでてなんか行動してみたいけど行動できてなくてモヤモヤしてるみたいな学生さんってたくさんいると思うので、そういう方たちに向けてメッセージいただきたいです。
まあ結構地方の人で行動はしてみたいんだけれども、やっぱ都会とは結構差があるし、一個の企業受けるだけでも、うわなんか地方だし無理かなみたいな、まあ、学歴とかも含めてあると思うんですけれども、うん、実際自分として感じたのは、まあ地方でも都会でも自分でやってみれれば別にそこに大きな差はないと思っていて、もちろんこう物理的な、まあ、距離みたいなその格差はあるかもしれないんですけれども、なんか変に怖がらずにどんどんチャレンジしていってほしいなっていう風に自分としては思ってます。ありがとうございます。じゃあぜひ、まあ、地方の方も都心の大学に通ってる方もいろんな方が見てくれてると思うんですけど、まあなんかモヤモヤしてるなって、なんか行動してみたいなっていうふうに思ってる人がいたら、ぜひ勇気いると思うんですけど、一歩踏み出して行動してみていただけたら嬉しいなというふうに思います。今日はお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。